ップルレザーは廃棄されてしまうリンゴをアップサイクルして作った新素材です。もともとはイタリアでかなりの量のリンゴが廃棄されていて、廃棄リンゴをどうにかしたいなっていうところで、そこの問題解決っていうところからスタートしていて、そこで、その廃棄リンゴを樹脂と混ぜてレザーにしたのがアップルレザーなんです。軽くて水に強いっていう特徴があるんですね。なのでその特徴を生かして普段使いのいいですねリュックを開発することにしました。新しいライフスタイルの、きっかけを作りたいっていうところで、今こう世の中的に、持続可能社会へ向けた取り組みっていうのはすごい加速していると思っていて、そんな中で自分たちの、このアップルレザーのようなより環境負荷の少ない商品をまずは第一歩としてそのきっかけが作れるんじゃないかと思ってワクワクしてます。